皆さんこんにちは。今回は領域関係で文系でも解きやすい図形の問題です。1997年度の東大の分離共通問題です。こんな問題でした。 A、B を正の数とし、 XY 平面の2点 A、A0 および B、0B を頂点とする正三角形を ABC とする。ただし点 C は第一象限の点とする。括弧1番、三角形 ABC が正方形 D、 これは X 座標 Y 座標がともに0以上1以下という領域ですが、この D に含まれるような AB の範囲を求めよう。そして括弧2番、 AB が括弧1番の範囲を動くとき、三角形 ABC の面積 S が最大となるような AB を求めよう、またはその時の面積 S の値を求めようという問題になっています。まあ相変わらず領域の問題ではあるんですけど、最近よく扱っている問題と違って存在条件についてはそこまで気を使わなくていいような設定になっています。では早速解説入っていきます。さて、スモール A、スモール B はどちらも正の数で A0、0B という2点を取っていて、この線分 AB というのを一辺とする正三角形を考えています。で、当たり前なんですけど、この一辺を持つ正三角形というだけだと2種類できますよね。頂点 C がこっちにある場合とこっちにある場合です。ただし、まあ頂点 C が第一象限にあるという条件から、実はこっち側の頂点っていうのは考えないということがわかります。で、まあ問題文で第一象限にあると書かれているので、こっちを否定することにめちゃくちゃ詳しい説明を割く必要はないんですけど、そうは言っても当たり前のようにこっちだっていう前提で話を進めるのは答案として十分とは言えませんから、答案では簡単にでもいいので、左下、つまり頂点 C がこっちに来るケースはないんだよっていうのを説明をしておきましょう。で、実はですね、その説明の仕方って気づかないとちょっと難しいんですよね。まあもちろん見るからに頂点第二象限、第三象限、第四象限のどっかに来そうなんですけど、こういう当たり前なものこそ説明するのが難しい。なかなか思いつかないという人も正直多いと思うんですけど、ここでは最もシンプルなものの一つと思われる角度を使った議論をしておきます。今頂点は第一象限にあると言われているわけなんですけど、第一象限で AB に関して原点と同じ側、こっち側にあるとしたら、もうこの三角形の領域内しかありえないわけです。で、この三角形の領域内というのを図形的に幾何的に表現するとどうなるかっていうと、今この線分 AB を固定して考えると、線分 AB となす角、つまりここの角度とあとここの角度の合計っていうのが、この2つの角度の合計、つまり90度未満であるというふうに言うことができます。まあ実際そうですよね。円周角の定理とか想像すると分かりやすいんですけど、この三角形の中のどこに点 C というものを取ったとしても、角 ABC と角 BAC の合計っていうのは絶対に90度未満となります。ですが、正三角形を作ろうとしたら、当たり前ですけど、正三角形の内角はどれも60度ですから、角 ABC、BAC はどちらも60度になってなきゃいけなくて、合計が120度で、明らかに90度じゃ足りないですね、というふうな否定の仕方をすれば、安心してこっち側だけを考えることができます。まあなので、答案の最初にそれをパパッと記述しておくといいですね。まあ角ならこんな感じでしょうか。点 C、 もう一つの頂点というのが、直線 AB に関して原点と同じ側にあるとすると、第一象限なわけですから、ここの中に入っていなければいけなくて、そうすると2つの内角の合計、これが90度未満になってしまって、どうやっても正三角形にはならないですよね。だから何なのかっていうと、点 C、 つまり正三角形のもう一つの頂点は、直線 AB に関して原点の逆側にあるということが言えるわけです。さっきも言った通り、こっちがないよっていうことを記述するというのがこの問題の趣旨ではないので、これは早いところ終わらせて頂点の位置の計算に入りたいんですけども、当たり前のようにこっちを捨ててこっちを前提とするというのはおかしいので、一応こうやって簡単に述べておきました。まあとにかくこうして、こっちじゃなくてこっちだよということがちゃんと言えましたから、以下はこっちの頂点 C の座標を求めて、そしてこの正三角形 ABC が 1×1 の正方形に入っているという時の A と B の条件を求めていきます。でですね、頂点 C の座標をどうやって求めるのかっていうことなんですけど、実はですね、解法によってはとても大変というか、痛い目に遭ってしまいます。その痛い目に遭う解法っていうのは何なのかっていうと、今三角形 ABC は正三角形なので AC の長さは AB と一緒ですね。だから AB イコール AC という式をC の座標を文字で置いて方程式を立てると。でもう一個、もちろん BA イコール BC も成り立っているので、それを C の座標の文字の方程式として立てる。で、その連立方程式を解くというやり方なんですね。それをやってみるとどうなるかっていうと、点 C の座標を XY というふうにしたら、まず AB イコール AC という式を立てます。 AB の長さは再平方の定理からルートの A2 乗足す B2 乗と簡単に出すことができますね。そして AB と AC の長さは等しい。そして
BA と BC の長さも等しいですね。これら2条件を課せば、さっき指定したこっちは出てきちゃうものの、こっちもちゃんと出てくる。で、まあこっちについては座標が負のものを消せばいいですから、まあとにかくこの2つの式を立てることによって、XY を求めようというわけです。じゃあこれらを XY を使って理式するとどうなるかっていうと、こんな感じになります。こっちが AB イコール AC ですね。AC の距離の2乗っていうのが結局 X 座標の差の2乗足す Y 座標の差の2乗になっていて、右辺に来るのは線分の長さ AB の2乗ですから、 A2 乗足す B2 乗、こっちも同様です。で、この連立方程式を解けばいいんですね。で、引き算すれば例えば X2 乗とか Y2 乗が消えるし、まあその他例えばここも一緒ですから、なんかこの計算そんなに大変じゃなさそうと思うかもしれませんが、実際にこれやってみるとですね、相当しんどい計算が待っています。例えばじゃあ上引く下っていうのをやってみると、左辺はマイナス 2AX 足す A2 乗、そして足すことの 2BY、 引くことの B2 乗ですね。で、右辺は一緒ですから引き算したら0になる。ということで X と Y の1次の式が出てきました。で、例えばここから Y を X の式で表すとどうなるかっていうと、こんな感じになります。で、Y を X で表せたので、これをどっちかの式に代入してあげれば X の二次方程式が出てくるというわけですね。じゃあ実際にですね、例えばこの式を上の式に代入してみると、こういう風な X の二次方程式が出てきます。まあもうすでにだいぶやばい感じなので、ここら辺で撤退する人がほとんどだと思いますが、いやそれでも俺はやるという人はもしかしたら、これを整理してちゃんと二次方程式出すかもしれませんね。これ整理してみるとこんな感じになります。で、まあこれもちろん間違った計算してるわけではないので、ちゃんとこの二次方程式を、まあ解の公式使ってもいいんですけど、解いてあげればちゃんと X の値求まります。そして X が求まれば、あとは一次式に代入するだけですから、 Y も求まるということで、原理的には解けるんですけど、まあ好き好んでですね、こういう計算やるかっていうと、もちろんこんなことやりたがる人はいませんよね。少なくとも最も効率的な解法ではないということはわかると思います。まあもちろん計算の練習としてこういうのやってみるのはいいですし、本当に他の解法が全く思い浮かばないのであれば、こうやって頑張って何が何でも答えを出すっていうのは実際の入試では大事です。なんて言ったって入試では点数取らなきゃいけないですから。ただ日頃の学習においては、最初からこういう解法だけ考えてゴリゴリ計算して、わあできたできないっていうふうに一喜一憂するのはおかしいですよね。なので、まあ興味がある人はここから先の計算やってみてほしいんですけど、ここではこの解法をこれ以上紹介するのはやめにして、以下こういう解法が選択できるといいよねっていうのを紹介していきます。まあちなみにこの解法はここまでまっすぐやっちゃうのはどうかと思うんですけど、例えばですね、全体をこの長さ線分 AB の長さで割って座標をリスケールしたですね、こんな感じの座標で考えてあげるっていうのは、まあそんなにおかしくはない手段だと思います。まあこうすればちょうどですね、この A2 乗足す B2 乗がどっちも1になって、結構式はすっきりするんでね。まあただそうは言ってもですね、こうやって二次式がどうしても出てきてしまうので、まあさすがにナイーブすぎるというか、もうちょっと工夫をしようという感じですよね。ということで、その工夫をしたというか、もう少し頭を使った解法について紹介していきます。さて、一つ目はですね、三角関数あるいは三角比の加法定理を用いるものです。まあ文系の受験生からしたら一番明快な解法だと思います。飛躍的な思考もいらないので、できれば以下紹介するものを使えるようにしたいですね。さて、まずですね、 R という量を導入します。これはルートの A2 乗足す B2 乗で、さっきも登場しましたけど、線分 AB の長さのことですね。そして各 BAO、 つまり図で言うとここの角度ですね、これを θ というふうに定義します。 A と B は今正の量なので、この各 BAO、 θ っていうのは A 角になりますね。まあ A 角っていうのが特別重要ってわけじゃないんですけど、見た目位置関係がこうだよっていうのを言うためにちゃんと A 角と書いておきました。で、今知りたいのは何かっていうと、括弧1番では、まあもちろん最終的には正三角形 ABC が 1×1 の正方形の中に入っているような AB の条件を考えるんですけど、その前に頂点の座標がわからないことには入ってる入ってないの議論はできないですね。なので今知りたいのは頂点 C の座標です。じゃあ今手元にある R だとか θ とかっていう情報はもう点 A とか点 B の情報だけしか入ってないので、頂点 C の座標を求めるためにはどうすればいいかっていうと、この三角形っていうのは正三角形になってるわけですから、ここの角度とかここの角度とかが60度になってるよっていう条件を使うわけです。それがないともちろん C の座標は分かりませんよね。ここでは各 BAC を使いましょう。ここの角度は60度になっています。だから何なのかっていうことなんですけど、結局各 OAC というのは θ 足す3分の π、 θ 足す60度になってるわけですね。で、その三角比を使ってあげればこの AC というベクトルの成分がわかるので、点 C の座標がわかるというわけです。まあこの時点でもうすでにさっきの円の方程式を立てて連立するという解法よりはよっぽど簡単だということがわかりますね。
じゃあ AC ベクトルは具体的にどうなるのかっていうと、まあこっちから測った角度使ってもいいんですけど、シンプルにここの角度考えましょうか。角度 π ラジアンのうち θ と3分の π を切り取った残りですから、ここの角度は3分の 2π 引く θ となります。 AC の長さはもちろん R ですから、 AC ベクトルっていうのは R のでコサインの今求めた3分の 2π 引く θ、 そして Y 成分は R かけるでサインの今求めた3分の 2π 引く θ というふうになります。でこれとかこれを具体的に A とか B を使って最終的に書かないと C の座標分かったことにならないわけなんですけど、これについては加法定理を使うことができて、加法定理を使うとどうなるかっていうと、まずこっちはコサインの引き算ですから、コサインの3分の 2π つまりマイナス2分の1、そしてかけることのコサイン θ で、あと足すことのコサインの引き算ですからプラスですね、で R かけるサインの3分の 2π、 これは2分のルート3ですね、でかけることのサイン θ。 Y 成分どうなるかっていうと、サインの引き算ですね、だから R かけるサインの3分の 2π つまり2分のルート3かけることのコサイン θ で、引くことの R かけるコサインの3分の 2π マイナス2分の1でかけることのサインの θ ですね。はい、ということで X 成分 Y 成分をコサイン θ サイン θ を使って書くことができました。ただまあこのままだと汚いので、もうちょっと整理するとこんな感じになります。まあだいぶシンプルですね。でそういえば R とか θ とか使ってるけど、結局 AB とどういう関係になってんだっけっていうのを思い返してみてほしいんです。まだここまでで Rθ と AB の関係についてストレートに言及はしていませんでしたが、考えてみれば AB の長さが R で、ここの角度 θ としていて、三角形 OAB というのは長さ A と長さ B が直角でくっついている直角三角形だったわけですから、 A とか B っていうのは Rθ を使って簡単に書くことができて、まず A というのは R かけるコサインの θ ですね、そして B というのは R かけるサインの θ です。まあこれは三角比の定義から明らかですね。なのでこの AC ベクトルにこの関係式を適用してあげると、AC ベクトルっていうのはとてもシンプルに書くことができます。さあということで AC ベクトルが求まったので、これと点 A の座標、まあただのスモール a0 ですね、それを使って C の座標を書いてみましょう。一回ベクトルの形で書くことにすると、 OC っていうのはまず O から A に行って A から C に行けばいいわけですから、 OA 足す AC で、これを AB を使って書いてあげると、はい、 OC ベクトルはこうやって求まりますね。まあつまり点 C の座標もこうなるというわけです。まああくまでこれはベクトルの成分として書いてるわけですが、座標と思ってもいいですね。ということで円の方程式を立てるっていうのももちろん間違いじゃないんですよ。ただこうやって図形的に素朴に考えた方がよっぽど簡単に、少なくとも二次式なんて登場せずに点 C の座標を求めることができます。今回の場合は A と B がどちらも正の実数であって、かつ C もこっちに限定されるよというふうに分かってるわけですからね。こういうふうに位置関係などが明確な時は図形的に見た目で処理をしちゃって全然 OK です。むしろ形式ばって円の方程式とかを使っちゃうと逆に苦しくなるっていうのが、こういう角度絡みの問題の特徴ですね。さあということで点 C の座標が求まったので、あとはこの正三角形 ABC が問題文に書いてある X 座標0以上1以下 Y 座標0以上1以下という正方形に入ってる条件をいきなり考えてもいいんですけど、点 C の座標の出し方は実はこれだけではありません。もう一個ですね、せっかくなので回転行列を使った座標の求め方についても紹介しておきます。さて回転行列は少なくとも今の家庭では文系の受験生は扱えませんね。まあ理系でも今の家庭では扱わないんですけど、ここでは回転行列がどういうものなのかとか、どういう性質であるのかといった基礎的な事項の説明は省略して、回転行列を使うとこの点 C の座標がどうやって求められるのかというところだけに着目します。今ですね、 AC ベクトル、こっからここに至るまでのベクトルっていうのは AB ベクトル、この向きのベクトルっていうのを60度時計回りに回転したものになっていますね。でこの60度の時計回りの回転っていうのは、回転行列を使うとですね、こういうふうに書くことができます。いきなりなんだと思うかもしれませんが、回転行列、角度 θ 回転する回転行列っていうのは 2×2 の正方行列なんですけど、コサイン θ マイナスサイン θ サイン θ コサイン θ という成分を持っています。この θ はここの θ とは別物なので注意してください。あくまで一般的に角度 θ 回転する回転行列が何なのかっていうのを書いてるだけです。で今時計回りの回転ですね、こっからこういう向きの回転です。あの通常極座標とかあるいは弧度法とかで角度はこっから反時計回りに測りますけど、それと一緒で今は60度の時計回りなので角度全部マイナス60度にしています。
で、行列の計算方法をそもそも知らねえよっていう人が多いと思うんですけど、今 AC ベクトルとか AB ベクトルを縦ベクトルとして書いて、その掛け算っていうのはですね、次のようにやります。今このベクトルの縦表記はこうなっていて、この各三角比っていうのを具体的に書くとこうなりますね。で、行列とベクトルの掛け算はどうなるのかっていうと、今 2×2 の正方行列と 2×1 のベクトルの積なんで、答えは 2×1 だからやっぱり縦のベクトルになるんですけど、第一成分上の方の結果はどうなるかっていうと、ここの2個とここの2個の掛け算というかベクトルの内積みたいなことをします。つまり2分の 1×-a と2分のルート 3×b ですね。それがベクトルと行列の積の第一成分にきます。で、じゃあ第二成分どうなるかっていうと、今度はこれとこれの内積みたいなのをするんですね。マイナス2分のルート3とマイナス a ですから、ここはプラスの2分のルート 3a で、あとこれとこれですから2分の 1b というふうになります。で、実際これはですね、さっき求めた ac ベクトルと一緒になっています。このベクトルにさっきの oa ベクトル、つまり a0 っていうのを加えてあげると、こっちに a が加わってマイナス2分の 1a がプラス2分の 1a になりますから、ちゃんとこれとこれが一致してくれるというわけですね。まあ、なのでこれだけで点 C の座標っていうのがすぐに求まってしまうというわけです。まあ、回転行列を実際の試験の答案で使っていいかどうかは微妙なところなんですが、今回の問題については個人的にはまあギリギリ許されるかなというふうに思っています。ちょっとごめんなさい、責任を持ったことは言えないんですけど、今回の問題は点 C の座標を求めて、それがこの問題の結論かというとそんなことありませんね。過去1番ではあくまで正三角形 ABC が 1×1 の正方形に入っている条件を問われていて、点 C の座標を求めるのはその途中のプロセスに過ぎないので、まあ、こういうことをやったとしてもそんなに減点されない、あるいは減点されないんじゃないかなと思っています。まあ、ただ心配な人はこの三角関数の加法定理を使った座標の求め方をして、あくまで答えのチェック用にこれをやってみるといいと思いますね。まあ、回転行列はもちろん学習の範囲外なんです。少なくとも文系の人は学習しないんですけど、回転の計算において複素数と並んで結構便利な道具の一つではあるので、知っておいて損はないと思います。どのみち行列なんていうのは大学1年の数学でやりますからね、線形代数の勉強で。ということで、点 C の座標を求める解法の2つ目として回転行列を用いるものを紹介しました。まあ、とにかく点 C の座標っていうのはこうなるわけですね。ということで、まあ、A と B の座標はもともと与えられていたわけですが、点 C の座標も求まりました。この次はいよいよ正方形に正三角形が入っているかどうかっていう話をしていきます。さて、点 A と点 B の座標はこうなっていて、点 C の座標もこうやって求めることができました。で、今考えているのは正三角形 ABC というものが、つまりこの周および内部っていうのが X 座標が0以上1以下、 Y 座標が0以上1以下という正方形の中に収まっているという条件です。ただ正三角形が正方形の中に入っているというのはもちろん、まあ、図形的なというか見た目的な話なので、それをできれば座標の言葉に言い換えたい。どういうふうに必要十分に言い換えられるかっていうのを考えてみると、これは意外とシンプルで、実は三角形 ABC が D に含まれるっていうのは、3つの頂点 A、B、そして C っていうのが D に含まれているっていうことと必要十分なんです。こっちならばこっちは簡単ですね。だって正三角形 ABC の全部が D に含まれていたら、3点 ABC っていうのはその中の一因ですから、それはもちろん D に含まれていますよね。問題はもちろんこっちならばこっちが言えるかどうかなんですけど、この問題ではおそらくですね、こっちならばこっちということの証明は別にしなくていいと思います。まあ、感覚的にだいぶ明らかですからね。もちろん感覚的に明らかだから証明しなくていいなんてことはないんですよ。ただ今回の問題ではその証明はおそらく期待されていないし、それを書かなくても満点はもらえるんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、あくまで僕の気持ちですが、ただ注意しておいてほしいのは、領域の形によってこれとこれが同値じゃないというケースもあり得るということですね。例えばですね、領域 D っていうのがもしこんな感じでへこんでいたら、3点 ABC っていうのが正三角形上であって、かつ3点とも D に含まれていたとしても、正三角形 ABC というのは全てが D に含まれるわけではないですね。はみ出る領域っていうのがどうしてもできてしまいます。今回の場合は 1×1 の正方形というのがへこんでいないという性質があるので、3点 ABC が D に含まれていれば絶対に三角形 ABC というそれらの3つを結んでできる三角形の周囲および内部は全部 D に含まれているということが言えます。なので答案の中でこれとこれが同値だよということをせっせと証明する必要は必ずしもないんですが、そんなにこの類の同値っていうのが当たり前じゃないんだよってことは知っといてほしいですね。まあ、とにかく今回は3点 ABC が D に含まれていればいいわけですから、考えるべき AB の条件は何なのかっていうと、
まず点 A が D に含まれている必要があります。これっていうのは A が D に含まれている、 B が D に含まれている、 C が D に含まれているっていう3つの連立と必要十分ですから、 A っていうのはまず Y 座標は0で0以上1以下っていう条件を満たしています。なのでこの A というのが0以上1以下であればいいと。ただまあ今 A は正としているのでそれも加味してこうやって書いちゃいましょう。ということで点 A の条件は終わり、これを満たしていれば X も Y も0以上1以下ですよね。で点 B について同じように考えてみると、B の条件はこういう風になります。で次、今度は問題の点 C ですけども、まず X 座標が0以上1以下なので X 座標の条件はこうなります。まあ、ただ A と B が正の時点でどうせこれっていうのはイコールは成り立たないし、この2分の 1A たす2分のルート 3B っていうのは正になりますから、別にここはなくてもいいです。そして Y 座標について同じように考えてみると、こういう条件になりますね。で以上で点 A と点 B と点 C が全て D の中にあると言えるので、この4つを連立したものが今考えている A と B の条件になります。範囲を求めようと言われていて、まあ正直この4つで必要十分ではあるんですけど、括弧2番の都合もあるので、これらを満たす AB の範囲っていうのを AB 平面上に図示してみましょう。さあというわけで図示をします。大事になってくるのはもちろん A 軸 B 軸、つまりこのイコール0が成り立つような時ですね。そして A イコール1 B イコール1、あとはこれが1になったりとか、これが1になったりとかする直線ですね。まあ、まずは簡単なところから、つまり A イコール1、B イコール1を書いちゃいましょうか。はい、ということで正方形書きました。まあこの周のうち、どこを含んでどこを含まないとかいうことは後で考えることにして、とりあえずあとは残りの2直線書いちゃいましょうか。まずは2分の 1A たす2分のルート 3B イコール1というものですね。まあこういう直線で書き方難しいですけど、まあ直線書くときは A 切片、B 切片考えるといいでしょう。2分の 1a イコール1の時は a イコール2だから、まあこの図には収まりませんが、だいたいここら辺にあるわけですね。右端のどっか。2分のルート 3b イコール1の時っていうのは逆数なので、 b イコールルート3分の2、まあだいたい小数だと 1.2 弱です。ということで、まあだいたい b 切片についてはまあここら辺にあろうというふうに思えるわけですね。というわけでここと20っていう点を結んであげれば、2分の 1a たす2分のルート 3b イコール1っていう直線がわかるんですけど、今この正方形が結構大事なので、この辺との交点も見てみましょうか。というわけでこの点と20を結んだ直線というのがこの2分の 1a たす2分のルート 3b イコール1なんですけど、この直線とこの直線との交点ですね、つまりこの大事な正方形との交点を見てみると、例えばこことの交点については b 座標を1にしちゃえばいいですから、計算のメモを書いてみると、2分の 1a で足すことので2分のルート 3b かける1というのが1になればよくて、両辺2倍してあげると a イコール2引くルート3というふうに出てきますね。でこれはだいたい、まあくまで大まかな値ですけど 0.2 とか 0.3 とかなわけですね。ということはこことの交点っていうのはだいたいまあここら辺に来ると思えるわけです。であとはじゃあこことの交点どうなるかなっていうと、これは a イコール1にしてあげればいいですから、また同じように計算メモ書いてみると、2分の1かける1で足すことの2分のルート3かける b っていうのが1になって、まあ両辺2倍してあげるとルート 3b というのが、これは 2-1 でこれは1になりますね。ということで b はルート3分の1なんですけど、これはだいたいいくらかっていうと、まあだいたい 0.6 です。まあこの大まかな値ですけどね。ということで結局こことここの次はまあだいたいこんなもんですか、ここら辺を通ると、で20に行くというわけですね。まあということを考えつつ直線を書いてみると作図が楽になると思います。まあ、もちろんこの考慮過程なんていうのは別に答案に書く必要ないですけどね。ということでとにかく2分の 1a たす2分のルート 3b イコール1という直線を書いてあげると、はい、こんな感じになりますね。ということでこのイコールが成り立つ時の直線は書けました。じゃあ次こっちなんですけど、これについては同じことを考える必要はありません。 a と b の係数がひっくり返っているので、結局この直線っていうのを o と11を通る、つまり a イコール b という直線に関してひっくり返してあげれば OK です。通る点の座標はこれのひっくり返したもの、これとこれをひっくり返したもの、つまりこれ、そしてあとはこれをひっくり返したもの、これですね。なのでこれこれこれを通る、こういう直線になります。これがこのイコールが成り立っている時ですね。ということで必要な直線は揃ったんですが、あとここの点の座標だけ求めてあげると、これはルート 3-1 ルート 3-1 という座標になります。ということでこういう直線たちで作られた様々な領域のうち、どこが今回の問題の答えを図示したものになっているのかっていうと、まず A については正かつ1以下です。 A が0っていうのがこの B 軸、
で、ここは含まずここから右で A イコール1、つまりここまでですね。ここは含むわけです。B については B がまず正だからここから上ではあるんです。ここは含まずここから上で B イコール1以下ですからここを含んでここまで。つまりこの時点で正方形の中あるいはここかここ、ただしこことここの角は含まないということがわかります。で、さらにそれに加えてこの和の制限が加わっていて、まずこっち見てみると、これについてはこの直線を含んでここから下と言っています。そしてじゃあこれはどうなってるかっていうと、この直線ですね、これを含んでここから下と言ってるわけですから、一回境界のことは置いといて求める領域はどこか図示してあげると、この 1,2,3,4,5 六角形の部分ということになります。で、境界はどうだったかっていうと、 A と B はそもそも正ですから A 軸上 B 軸上は含まないわけですが、その他は全部イコールがついていますから、ここ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 は含まれるわけですね。ただしこの角は含まれないということになります。ということで境界についても言及しておきました。軸上はすべて除いて、それ以外の境界を含むというわけですね。まあ図でもこうやって関係ないというか抜く点は白丸にしておくといいかもしれませんね。もちろん白丸黒丸っていうのはあくまでその慣用的な使い方であって、絶対的な記号ではないですけど。さあ、ということでこれで答えとあとそれを図示したものが出揃いました。まあもともと括弧1番では条件を満たす AB の範囲を求めようとしか言われていなくて、図示せよとは言われていなかったので、これを答えとしていいわけです。まあ別にここはカットしてもいいんですけど、だからまあこれで終わりにしてもいいんですけど、今回は括弧2番の都合で図示しておいた方がいいのでこれも用意したというわけです。ということで、これと必要に応じてこれというのが括弧1番の答えです。やってきたことを振り返りましょう。まずは何より点 C の座標、これを求めなければいけなかったわけです。AB イコール AC、 そして BA イコール BC というのを XY 平面上の円の方程式として2つ立式して、それらを連立することによって点 C の座標を求めるということを途中までやりました。で、それは実際原理的には可能なんですけど、やっぱり結構計算量がかかってしまうということで、もちろんできるので否定はしませんが、あまり真っ先に取り組むような解法ではないですよね。そこでここでは各 BAO というのを θ として、θ の三角比三角関数の加法定理を使って C の座標を求めるっていうのと、あとは回転行列を使ってサクッと求める方法の2つを紹介しました。まあ回転行列については答案で使っていいかどうか微妙なところなので、検算用にね使えるようにしておくといいという程度です。まあ正直回転行列使わなくても、ちゃんとこの3分の 2π-θ とか、あるいはここの角度の三角関数とかを考えれば、大して苦労せずに C の座標を求められますから、図を書いて、あとこの角度書き込んで、加法定理使って C の座標を求めるというのをパパッと答案にまとめておけばいいと思います。で、C の座標が出たわけですね、こうやって。そしたら、あとは三角形 ABC というのが、一辺の長さ1の正方形に入っているような A と B の条件を出せばいいんですけど、三角形 ABC がこの D に含まれているっていうのは、三角形の頂点である ABC っていうのがそれぞれ D に含まれているっていうのと必要十分なわけです。まあこれはもちろんあくまで、領域がこういうシンプルな正方形だから成り立つものであって、どういう図形であってもこれとこれが同値になるかというとそんなことはないので注意してください。まあとにかく今はこれを考えればよくて、 A が含まれているっていうのはこれ、 B が含まれているっていうのはこれ、 C が含まれているっていうのはこれかつこれということで、これら4つの連立が求める条件の必要十分になっています。でそれを図示したらこうなったというわけですね。さあ、では括弧1番が終わったので次は括弧2番に行きましょう。さて、括弧2番ではですね、括弧1番の条件、つまりこの正三角形 ABC というのが X 座標0以上1以下、Y 座標0以上1以下の正方形に収まるように動くときに、三角形 ABC の面積 S というのが一番でかくなるような A と B の値、そしてその時の最大値を問われています。で、括弧1番で実際に見たように、点 A の座標と点 B の座標を決めれば、点 C の座標というのはもちろん一通りに決まるわけです。だってさっき具体的に A と B を使って一通りにかけたわけですから。なので、面積 S というのは A と B の関数になっています。具体的な関数形が分かれば、S の最大値を求めることもできるでしょうから、まずは S を A と B を使って表すってことを考えるわけですね。実はそれは結構簡単で、三角形 ABC の面積っていうのは、まあ今 S なわけですけど、S っていうのは、一辺の長さの2乗に4分のルート3をかけたものです。だから、例えば辺 AB を使ってあげると、4分のルート3かける AB の2乗ということで、結局 AB の2乗っていうのは三平方の定理から A2 乗足す B2 乗とかけるわけですから、S というのは4分のルート3かける A2 乗かける B2 乗というふうになります。なので、結局 S の最大値を求める、あるいは最大点を求めるためには A2 乗足す B2 乗が一番でかくなるような A と B の組っていうのを探してあげればいいということになるわけです。
ただし A と B っていうのはどういう正の実数も取れるかっていうとそんなことありませんね。そうじゃなくて括弧1番で求めた範囲あるいは図示した時の AB 平面でいうこの領域を動くわけです。この中を動く時に A2 乗足す B2 乗は一番でかいのはどの点かなっていうのを考える、あるいはその時の A2 乗足す B2 乗引いては S がいくらなのかを考えるというわけです。 AB というのが括弧1の領域、つまりこれですね。これを D' としますが、 AB っていうのがこの領域を動く時に A2 乗足す B2 乗はどこで一番でかくなるかな、あるいは一番でかくなる時の AB はどうなるかなっていうのを考えるわけです。まあちなみに一番でかい時の値は最大値と言いますが、そのでかいのを実現するような値のことを最大点と言います。まああの極大点と極大値みたいなのと一緒ですね。まあこういう言葉遣いを覚えておくと時々便利なので一応紹介しておきます。まあとにかく A2 乗足す B2 乗の変化を見るんですけど、AB 平面における A2 乗足す B2 乗っていうのは原点からの距離の2乗ですよね。三平方の定理から明らかです。だから結局原点から一番遠い点を探せばいいということになります。 A2 乗足す B2 乗っていうのは AB 平面における原点からの距離の2乗ですね。でもちろん距離っていうのは0以上ですから、 A2 乗足す B2 乗が一番でかいっていうのと距離が一番でかい、つまり最遠点であるっていうのは必要十分になってるわけですね。なのでこの領域 D' における原点からの最遠点を探してあげればよいということになります。じゃあ一番遠い点どこですかっていうと、例えばこの D' の端っこじゃない中の点っていうのは全て候補から除外されますよね。まあそれは感覚的にも明らかですし、例えば D' 内のある点っていうのが原点からまあそれなりに遠いなと思ったとしても、それを延長してどっかのへりにぶつかるまで伸ばしてあげれば、その点の方が明らかに O から遠いですよね。なのでへりじゃないところにある点っていうのは絶対に再遠点にはならないんです。まあそれはできれば答案に書いておきたいんですけど、内部の点が再遠点だとしたら原点からその再遠点とおぼしき点を結んで得られる直線、その延長線とへりとの交点を取った方が遠くなっちゃうから矛盾だよねっていうのはまともに答案に書くと大変でしょうがないので、まあ内部ではないというのは自明にしちゃっていいと思います。まあどちらかというとこの次の方がそんなに自明ではないのでね。さあ再遠点は内部ではなくてへりということになります。まあ、ヘリといってももちろんこことかここじゃないですけどね。じゃあどこなのかっていうと、実はですね、再遠点の候補っていうのはもういくつかに絞られてしまいます。それは具体的にどれかっていうと、この D' の境界の角っこ、つまりこれとあとこれ、そしてあとこれだけなんです。これら3つ以外が再遠点になることはありえません。でこれについても感覚的に明らかだという人もいるかもしれませんが、まあ、さっきのその内部が再遠点じゃないよっていうのよりは自明ではないので、一応簡単に説明を加えておきます。これはできれば答案にも書いておきたいですね。ただ時間がなければまあ省略しちゃってもいいかなという感じです。今ですね、平面上にある点 X っていうのとあと直線 L っていうのがあったとしましょう。この時ですね、直線 L 上に2点 YZ っていうのを取ります。まあ、どこでもいいです、適当に取ります。この時ですね、点 X からそれら2点 Y と Z までの距離、この大小っていうのは、まあ、図で言うとこれとこれの大小ってことになるんですけど、これは考えてみると X から L に垂線を下ろした時にその垂線の足 H と Y と Z の距離の大小関係と一致しますよね。だって当たり前です。三平方の定理を考えてみると XY っていうのはここの2乗足すここの2乗ですよね。一方 XZ の2乗はここの2乗足すここの2乗、 XH が共通しているので残りの分の大小と XYXZ の距離の大小は一致するということが言えます。 Y と Z の X からの距離の大小っていうのはこことここの大小と一致するわけですね。別に Y と Z っていうのが XH に関して同じ側にあってもいいわけです。とにかく大事なのは H からどれだけ離れてるかっていう距離の大小が結局この斜め線の大小になっているというわけですね。でまあそれはいいとして、じゃあなんでここから PQR に絞られるのかっていう話なんですけど、今ですね、結局 Y と Z の距離の大小っていうのはこっからの距離の大小と一致していました。つまり垂線の足から離れれば離れるほど距離っていうのは長くなるわけです。じゃあ今例えば O からですね、この線分上の点までの距離を考えます。例えば O からここまでとか、あるいは O からここまで、ここまで、あるいは O からここまでみたいにいろんな長さがあり得るんですけど、 O からこの線分に下ろした垂線の足、それがどこにあったとしても絶対にこの線分の両端の点のいずれかが距離が最大の点になりますよね。
距離がもし最小となる点を探したいんだったら、垂線の足があればそこが最小になるんですけど、今は最大のところを探しています。一番遠いところ。なので、線分、つまりちょん切られた直線であれば、両端のどっちかが一番遠いに決まっています。これは別の見方をするとですね、例えば二次関数の最大値を考えるときに、下に凸な二次関数の定義域付きの最大値っていうのは、絶対に両端のどっちかになりますよね。まあ右が高いか左が高いかは場合によりますけど、絶対にどっちかが最大になるんです。この頂点、そこっていうのは関係ないですよね。だって一番小さいところですもん。で、今のこの二次関数の話っていうのは、決して今の話のアナロジーとして言ったわけではなくて、実際ですね、例えば xy とか xz の距離の二乗っていうのを考えてみると、 xh 垂線の長さを h として、例えばここの長さを y として、ここの長さを z とするとですよ、例えば xy の2乗っていうのは、三平方の定理から h の2乗を足す y の2乗になります。そして xz の2乗っていうのはどうなるかっていうと、これは一緒ですね。 h 2乗足す z の2乗というふうになりますね。なので結局 h からの距離っていうのを、まあ例えばじゃあ l というふうにしたら、距離の2乗っていうのは h の2乗足す l の2乗っていう、下に凸な二次関数になるんです。それをどういう区間であったとしても、とにかく平区間でちょん切ってあげれば、絶対にどっちかの端っこが最大値になりますよね。だから線分の両端のどっちかが絶対に距離最大の点になるんです。この線分でいうと、こっちかこっち、まあ今回こっちはありえないんでこっちなんですけど、で今の考え方をここの全てに適用してあげると、まずここについては両端のここかここ、まあこれについては線分のね、垂線の足がちょうどここに来ているので、遠い点はここに決まってるんですけど、とにかく1個目の候補はここ。で、次ここを考えてみると、まあどっちが遠いかわからないので、計算するまでは。とりあえずここかここが候補でしょう。そして、この線分について考えてみると、やっぱり同じようにここかここが候補。で、最後ここ考えてみると、これかこれ。まあ今回こっちはないので、こっちですね。ということで、この4つの線分の端点のうち、明らかに再円点じゃないこことここを除いたもの、つまり、ここかここかここ PQR っていうのが、この D' 内の原点からの再円点の候補になるということが言えるわけです。まあこの説明がめんどくさいっていうのはよくわかるんですけど、できれば時間に余裕があれば、あるいは日頃の演習においては、これぐらいちゃんと根拠は書いておきたいところですね。まあこういう話をしてもいいですし、あるいはさっき言った定義域に制限がある下に凸な放物線の最大値最小値の問題というか、まあ最大値の問題に言い換えてもいいです。ということで、以上の根拠から候補は PQR のどれかなので、実際に計算をして P と Q と R のどれが一番遠いかを調べてあげれば OK です。さあ、ということで、あとは OP、OQ、OR の長さ比べです。といっても対称性から OP と OR は長さ一緒なんですけどね。さあ、 A2 乗足す B2 乗っていうのは距離の2乗ですから、 OP の2乗っていうのをまず考えてみると、 A 座標が2引くルート3、 B 座標が1なので、 OP の2乗っていうのは2引くルート3の2乗で足すことの1の2乗っていうのをしてあげればよくて、これは8引く4ルート3というふうになります。まあなので、したがって OR2 乗も一緒なんですけど、一回まず OQ の2乗をやってみると、 Q っていうのはルート3引く1、ルート3引く1ですから、ルート3引く1の2乗を2個足してあげればいいんですけど、これ計算してみるとですね、なんと同じ値になります。8引く4ルート3で、さっきも言った通り、対称性からOP と OR の長さ一緒ですから、 OR の2乗っていうのももちろん、まあ式も順番入れ替えただけになって、長さの2乗ももちろん一緒になるというわけです。ということで、 PQR どれが再円点かななんて考えていたわけですけども、実は全部長さ一緒で、 PQR は全て再円点であるということが分かりました。なので PQR の座標を最大点の A と B の値にしてあげれば OK ですね。 A と B の値はこれらの座標そのもの、つまりA と B の値はこれらの座標そのものということになります。あと、この時の S の値っていうのは、結局4分のルート3の A2 乗足す B2 乗の、これ A2 乗足す B2 乗っていうのがこれらの値だったわけですから、4分のルート3かけるこれらの値、つまり計算してあげると2ルート3で引くことの3というふうになります。ということで、この最大点の座標と、あとこの最大値を合わせて答えとなります。やってきたことを振り返りましょう。過去2番では、大元を言えば三角形 ABC、 正三角形が X が0以上1以下、 Y が0以上1以下の正方形に収まるように動くとき、あるいは言い換えれば A と B というのが AB 平面でこの領域を動くときに、三角形 ABC の面積 S、
これが一番でかいのはどういう時か、そしてその最大値がいくらかっていうのを問われていたわけです。そこで三角形 ABC、 正三角形の面積を AB を使って表すとこうなりました。これはとてもシンプルですね。で、これが一番でかい時を考えるので A2 乗足す B2 乗っていうのが一番でかい時でいくらになるのか、またその時の AB の値はいくらですかっていうのを答えればいいっていうことになります。ここで A2 乗足す B2 乗っていうのは AB 平面でいうと AB という点の原点からの距離の2乗になっています。だからこれを一番でかくするということはこの D' という領域内で原点から一番遠い点を探すっていうことに相当しているんです。で、さっきここに書いていたような理由により、結局原点から一番遠い点を考えるときは線分上であればその端点のどっちかが距離最大になるに決まってるんですね。なのでこの D' の中央および内部を点が動くときに A2 乗足す B2 乗が一番でかくなるのはこの輪郭の線分の端点、つまりこれかこれかこれのどれかなんです。まあこれとこれはそもそも除外されている点ですし、垂線の足がもろ来ちゃうのでこれは近い点になっちゃいますからね。じゃあ点 P、 点 Q、 点 R のどれが一番遠いかってことなんですけど、こればっかりは具体的に計算して確かめるのがいいですね。それが一番手っ取り早いです。で、計算してみると距離の2乗が全部 8-4 ルート3になりました。もちろん距離は全部0以上ですから、2乗したものが等しいということは実は OP と OQ と OR は全部長さが等しいってことを意味しています。ということでこれら3つが全て最大点ですから、答える際には3つを全部揃えて解答必要がありますね。そして三角形 ABC の面積 S の最大値は4分のルート3に A2 乗足す B2 乗の最大値、つまりこの値っていうのを掛け算してあげたものになって答えは2ルート3引く3になるというわけです。でですね、これでもうおしまいなんですけども、最後に自分が出した答えが妥当かどうかチェックするっていうのは大事ですね。例えばこの面積の最大値なんですけど、これがもし1を超えていたらこれは明らかおかしいですよね。だって面積1の正方形の中に正三角形が収まるように動いてるわけですから、明らかに正方形の面積よりはちっちゃいはずです。なのでもしこれが大体大まかな見積もりで1を超えていたら、あるいは超えてなくても 0.9 とか 0.9 いくつとかだったら、さすがに怪しいなと思うようにしましょう。てか思えるようになるといいですね。もちろん妥当な範囲内に収まっているように見えるからといって絶対に正解とは限りませんが、例えば面積が1を超えていたりとかしたら絶対に間違いだということは確かに言いますよね。そういうふうにいわばネガティブチェックを自分が答えを出した後に簡単にやってみると、計算ミスによる失点を大幅に減らすことができると思います。今回のこの2ルート3引く3というのはだいたい 3.4 とか 3.5 引く3ですから、だいたい 0.4 とか 0.5、 まあそんな気しますよね。まあだいたい正三角形の面積なんでそれぐらいが妥当そうに思えますね。なので少なくとも例えば答えが正しい値の2倍になってるとか半分になってるとか、そういうのはまあないのかなという気がします。まあ例えば5秒ぐらいで答えのチェックをざっとしろと言われたら僕は今みたいなことをします。ただもう少し時間があってゆっくりチェックしていいということでしたら、僕はもう一個別のことをやります。それは何かっていうと、 A と B がそれぞれこの値の時に具体的にこの三角形 ABC、 正三角形っていうのがどういう位置に来ているのかっていうのを再現してみるんですね。じゃあ実際やってみるとどうなるのかっていうことなんですけど、例えば A が 2-√3 で B が1の時っていうのを考えてみると、今 D というのがこういう正方形だったわけなんですけど、 B の座標が1なので結局 B っていうのが正方形の左上の肩ギリギリに来てるわけです。というかまあぴったり角ですね。で A っていうのは 2-√3 ですから、まあだいたい 0.26 とかこんなもんです。じゃあ C はどこなのかっていうことなんですけど、 C 具体的に求めてみると大体ここに来ます。でこういう風な正三角形になってると。でもちろんここの長さはここと一緒でちゃんとですね、まあ、2-√3 になってるんですけど、この図見てみると、ああ確かに目いっぱいでかくなってそうだなっていう気持ちになりますよね。正方形に収まりつつ面積をでかくするためには3つとも頂点が周とか角っこに来ていなければいけなくて、その中で一番でかい正三角形っていうのはまあこれかなという気持ちになります。なので僕だったらこれを再現してこの図を書いて、あ、なんか良さそうだな、良かったというふうに思うかなと思います。もちろんこの組がこうなっているのであれば、この組はこれを反転した、つまり x イコール y という直線に沿って反転したものになっているので、まあこれについてはわざわざチェックする必要はないでしょう。じゃあこれはどうかっていうことなんですけど、ルート3-1、ルート3-1っていうのは図示してみると、まず x 座標っていうのがルート3-1。ですからまあだいたい 0.75 とかそんなもんですかね、こんなもんです。これが A で、 B は同じようにここら辺に来て、 C はこれ計算してみるとぴったり1-1になります。だから結局向きは変わってるものの、1個の頂点が角に来ていて残り2個はシンメトリーになってるという感じになるわけですね。なのでこれもこれも、そしてこれも
ちゃんと面積が一番でかい正三角形になっていそうだということで、ここまでチェックすれば、まあよっぽどのことがない限りこれが正解でしょう。途中過程は分かんないですけど、少なくともこれらが正解であるということは確かですね。という感じで、まあ実際の試験でも、あるいは日頃の問題演習でも、余裕がある限りはできればですね、自分が出した答えの妥当性のチェックっていうのをしてほしいんです。まあ日頃の問題演習では計算ミスとかしてたら、ああ間違えちゃったって済むかもしれませんが、実際の試験ではもちろんその自分が書いた答えが合ってるかどうかなんて誰も教えてくれないわけですし、限られた時間の中で変にたくさんの問題を手をつけるよりは、一個一個正確に解いた方が点数がきますから、やっぱり自分が出した答えが合ってるかどうか、あるいはまあ妥当そうな値かどうかぐらいはチェックしておくのが大事だと思います。ということで、解説とは別に自分が出した答えの妥当性のチェックの話をしました。まあこういう話ってね、いや別にそんなのいらないよ、解説してくれると思うかもしれませんが、実際の試験の場においては実はですね、むしろそういう答えのチェックとか妥当性の検証とかいうことが大事なので、まあ他人事と思わずにぜひですね、頭に入れておいてください。はい、というわけで今回は、三角形が正方形の中に収まるようなパラメータの範囲ということで、またしても領域の問題を使いました。まあ領域といっても存在条件云々というよりかは、単純に連立方程式立ててそれらが満たす領域を図示すればよかったというだけなんですけど、まあこれもこれで立派な領域問題ですね。まあ過去一番の点 C の座標を求めるところで、例えば円の方程式を立てて求めちゃった人とかは損をすると思いますし、過去2番でも、過去1番でですね、円の方程式を無理やり立てて連立するなどしない限りは、割とそんな大変な計算なしに最終的な結果までたどり着けると思います。問題を解くときにベストのものじゃなくても、ある程度妥当な解法を選択する、そして自分が出した答えの検証をするといった地道な取り組みによってちゃんと満点を取れる大問ですから、まあその意味では教育的な良問と言えますよね。難しい計算とか飛躍的な思考は不要で、まあ A2+B2が再演点だっていうあたりで、厳密には数学 2B の範囲を使うのかもしれませんが、まあ基本的には数学 1A の範囲でなんとかなりますから、ぜひですね、まあ高校1年生の人とかでも自信がある人はこの問題チャレンジしてみてください。はい、ということで引き続き東大京大などの入試問題を中心に数学の解説をしていきます。来年の受験生とか、これから数学をガンガン伸ばして難関大に合格したいと思っている高校生とかは、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてこの YouTube チャンネルに対応した公式 LINE というのもあります。公式 LINE ではこういった過去問の解説動画を大学別とか年度別にまとめたスプレッドシートを配布中です。特に受験生の皆さんは、例えば何年の第何問の解説が見たいという時に、すぐそのスプレッドシートから見ることができるので結構便利だと思います。なのでこの機会にぜひですね、公式 LINE への登録もお願いします。ちなみに公式 LINE では登録者限定のライブとかイベントの案内も今後していく予定です。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。